Pues además.今日はトーク会です。幕張で西は7部なので17時からです。つみさん、クマありがとうございます。あの前髪スカスカだな。メイクをします。あのじゃあさっきパソコンから配信しようとしたんですけど、なんかカメラがオンになんなくて諦めました。今日はなんか SKE デーらしいので。メイクします。お腹すいたね。わ、すごい、みんなやってるじゃん、ショールーム。お茶わざとです。使いこなせない不具合で SKE のアバターがもらえない。あ、そうなんだ。みんなやってる。みんなメイクしてる。私も一緒にメイクします。まず大事なのは眉毛なんで、眉毛つけます。眉毛は大事。ちょっと汚い。だいぶ汚い。お腹すいた。ペットボトルはすっぴん隠し。
何時かお腹すいた。あ、桜待ってるの。ね、みんなレオナさんも誰かもメイクしてた。眉毛が生えました。はい、わあ、なんか降ってる。あ、え、イースターエッグ。はい、ただいま使いましたのはキャンメイクミックスアイブロウ07番ですね。ちょっとあの毛布系みたいな色になっております。この一番薄い色が一番底見えしてますね。プチプラです。前髪の調子が悪いですね。ミラーボールありがとうございます。続いて、こちらの先が斜めになっている100均のブラシを使いまして、こちらの一番底見えしている色ですね、底見えしているこちらの一番薄い色を取ってノーズシャドウを入れていきたいと思います。お腹が空きました。一番大事な工程でございます。ポイントはですね、まあ、適当にささっと入れるこのブラシが好きです。ちょっと今使い終わった後で汚いんですけどこちらのやつです。ベラベラは、まあ、別に常に剥がせと言われてるわけではないんですけど、いつも自主的に撮ってたんですけど、まあ剥がしてなかったので剥がしたいと思います。あ、ブラシが斜めになっているところがポイント。その通りでございます。ちょっと血色がないのでリップをね、リップクリームを塗りたいと思います。
ょっとね、スマホの角度が悪いんですよ正直。もうちょいね立てたいんだけど、いい感じに立てらんなくてさ。どうだこれで。お、良くなった。立てすぎ逆に。もうちょいなんか薄いなんかないかな。この鏡愛用してる。ドラフト2周年のありがとうございます。あ、いい感じ。そしたら塗りますか。アバターなんかもらえないらしいです。なぜか知らないんですけれども、あのショールームが不具合中らしい。イスのアバターももらえないのかな。どうなんだろうね。リップみたい。西マリナアバターはもらえてるのかな。あ、こちらはですね、よくわかんない VT みたいな、韓国語で何も読めないんですけど、なんかここのブランドのなんかセールで1個300円で買えたんですよ。この化粧品たちが1個300円で買えて、ごめんなさい、アラームが鳴っていました。元はいくらなんだろう。元もわかんないんだけど、なんか10個で3000円で買えたんですよ。だから1個300円で買えて、だから全然知らないけどまとめ買いしました。300円でループしてた。ごめんなさい、あのアラームが鳴っちゃいました。今全部切ってきた。なんかこのあの韓国のアイドルとのコラボみたいな、あんまりよく知らないんですけど300円ってことで買いました。でもこれがなんかあのこれマスカラなんですけど、あのパルコのなんか韓国コスメいっぱい売ってるみたいなとこで結構1500円か2000円くらいで売ってて、ね、これ300円で買ったんですよ。ラッキーと思って。これもなんかそんくらいだった。声枯れてない、朝なんで。朝って声出ないんですよね、ごめんなさい。で次はあ、クマを消します。これは買っちゃったんですよ最近。卒業公演前にZOZO コスメで1000円クーポンで自分で買っちゃいました。ポーラ DM クルールカラーブレンドコンシーリングパウダーです。じゃあクマがすごいな、寝てもカラフル。ちょっとねそっちの高いこちょっとこちらの色をこう混ぜて取りまして、クマに塗っていきます。
背景隠しです。でここねすごいね、部屋がね今めっちゃ前に窓があるからすごい光飛びしてて、あんま熊感ないけど、お腹すいたな。チークにも使える便利物、そうなんです。トトコスメのなんかランキング1位くらいにもいて、え、トトコスメで買えるんみたいな話題になって買っちゃいました。結構在庫がもうないみたいな感じだったんですけど、たまたま再入荷してるところに出会えたのでこれはと思って買っちゃいました。やっぱ期間限定とかそういうさ、在庫が残りわずかとかいうのに弱いんですよね。たまたま売ってるところに出会えたらそりゃ欲しくなるじゃないですか。それな。で、あ、そしたら鷹が好きました。ゾゾグラスみたいの持ってますよ。こちらアディクションアイシャドウプライマーアイメイクアップベース、こちらゆうちゃんがタンプレにくれました。ゲットレディウィズミーの略です。まあアイシャドウプライマーなんですけど鼻筋にも使えます。こちらはジャスミンティーです。色が白いので鼻が高く見えます。ハイライト代わりに使ってます。もう卒業したのかと思ってた。その通り。私は本日トーク会なので。トーク会です。まあそうしましたらアイシャドウ塗っていきたいと思います。
開かない。え、開かない。めんどくさ。これでいいや、これ。こちらの今親指があるところ辺にある色を塗っていきたいと思います。髪めっちゃ抜けてるってめっちゃ言われるな。光じゃない？でも。まあ、今日直接会う人は確かめてください、自分の目で。光か。なあ、抜けた気もする。なんかオレンジみたいな黄色みたいな茶色です。両方塗っちゃった。分からん。お腹すいた、本当に。こちらのアイシャドウも300円で買いました。そう、まあ、300円で買ったっていうか10個まとめ買いで3000円だったから、まあ、本当に300円なんですけど、300円で買ったというまとめ買いで、まとめ買い割引だったんですよ。慣れました。キラキラを適当に手に取って こちらもゆうちゃんからタンプレでいただきました。アディクション東京、アディクションザアイシャドウスパークル 015SP。 こちらのキラキラを使っていきたいと思います。ちょっと取りすぎちゃった。
ゆうちゃんからもらったんだ。そうそう、いつもあんにし。続いてアイシャドウ、間違えた、アイライン、こちら D アップ、ディアップが一番好きです。ナチュラルブラウン、アイラインを引いていきたいと思います。アイライン引いてる時の顔絶対ブス。続いてキャンメイク東京、クリーミータッチライナー05番、05番は何色か分かりませんけど、こういう色です。すごい顔してる。はい、目頭側を使っていきました。では続いてマスカラを塗る前に、最近まつげパーマが取れてきてしまったのでビューラーでまつげを上げたいと思います。ちょっとまつげパーマまたやりたいんだけど、まつげがちょっと弱ってくるのでしばらくはちょっと休憩しようかな。これは無印で買いました。このコンパクトになるので持ち運びやすいです。だからみんなが知ってるビューラーの形のやつも資生堂のやつとか持ってるけど、家での時はそれを使う時もあるけど、持ち運び用に薄くて便利です。続いてマスカラはさっきの300円のやつ、300円でゲットした、元は多分もうちょっと高いマスカラ、黒です。まつげが伸びました。卒業公演の時に使ってたやつは使ってないです。これはねお幼稚なんですよ、だから使ってない。
隣がドンって言った。お茶の陰からこんにちは。下にも塗っておきます。続いてあとは何？チークは2個持ってるんですけど、両方セザンヌですね。セザンヌナチュラルチーク N19 番と14番です。どっちにしようかな。どっちにし、どっちがいいと思いますか。全然使わない。14、19。右手。そう、ピンクが人気なんでこっちにします。まあそんな変わらんちゃ変わらんですけど。全然変わんない。左右で変えるのはバカよ。気持ちですね、気持ち。だからもうちょっとなんか光飛びしてない場所で見たらめっちゃ塗ってるってなりそう。桜まんじってる、ありがとうございます。オッケー。じゃあついでにシェーディングもセザンヌ、まあ持ってるので適当に塗っておきます。あんま塗らないんですけど、20は5を作ります。頑張って。セザンヌ、でも頑張ってもあんま20話5できなくなった。20話5作れた。普通にめっちゃここちょっと20話5になるじゃないですか。シェーディングです。普段そんな塗らない。ハイライト、イプサ、皮を寄せる。これはクリスマスコフレ、かわいいです。鼻と目頭、唇の上に入れます。
これもセダンね。01番パールグローハイライト01番。はい、花が完成しました。終わり。あ、これは違いますよ。これは願いさんにタンプレでもらったんです。アイラインとか長さとか、アイラインはですね、目尻だけに引いてますね。あのリキッドの方で目尻だけに、爪、人差し指の爪の長さくらいシュッと引きますね。黙ってメイクしたら、でも急いでやるときは10分くらいで妥協して終わらせるけど、何がダメって、クマがあれなんで、クマはちゃんと消したいんですよね。ベースをちゃんとしたいので、まあなんだかんだ言って15分くらいですね。でも今日はどれにしようかなとか悩みながらやるともっと時間かかります。ささっと決めて感じでやれば、まあ15分とか20分とか。洋服はまあ着てるっちゃ着てるな。やっぱちょっとピンクすぎるね。混ぜます。今日はストレートです。コテを持ってきてないので、いい感じ。そうしましたらですね、こちらのポーチはプレゼントでいただいたんですけど、すごい使いやすくて気に入っております。ファスナーはちゃんと YKK です。まあ汚いんですけど、こういろいろ入れられてたくさん入ってお気に入りです。すごいね、めちゃめちゃ昔の話ってめちゃめちゃ覚えてる
昔の話なんですけど、先生が高1か高2か忘れちゃったけど、めちゃめちゃ前にあのメルカリで昔持ってたリュックみたいなのを売ろうとしてたんですよ。海外製品だったかな、なんかずっと使ってないリュックがうちにあって、ちっちゃいもう子供向けの、本当にその時のリュックを売ろうとしてて、で売れたんですよ。売れたんだけど、売れたっていうか購入取引画面みたいなとこ行って、そこで購入後にすみませんって言って、こちらの商品のファスナーは YKK になりますでしょうかってコメント来て、で YKK って書いてないから違いますねって言ったら、なんか以前 YKK ではないファスナーの商品を買ってしまった時にすぐに壊れてしまったことがあるので、今回はやはり見送らせていただきたいと思います、すみませんみたいな感じでお返事が返ってきて、おおってなって、そっかと思って、ファスナー気にしたことなかったなと思って、だからその方は YKK の信頼がすごかったんですけど、それ以来なんかファスナーに YKK って書いてあるとなんか思い出しちゃうんですよね。そう、有能だから多分このファスナーもすごい有能なんだと思います。そんな意識してなかったからびっくりした。ケータリングすき焼き？いやでも待って、昼だから、昼のケータリングだから、ニセが行った時にはもう変わってるなきっと。YKK って書いてある見えますか？書いてあるんです、ちゃんと有能なファスナーでございます。何の略？ YKK って会社じゃないの？略なんですか？ジャスミンティーです。服のファスナー、この100均のポーチは YKK のファスナーじゃないですね。吉田工業、へえ。あ、なんか前もその話した気がするな。お前も話したよね、この話。そういえば、こちらのポーチのファスナーもただのファスナーですね。これはなんかの付録のジェラピケのやつです。いいな、すき焼き。じゃあ今日のお昼はカップラーメンです。お湯を温め、お湯を作りたいと思います。よいしょ。お水入れてきます。
と待ってね。コンセントがないんですわ。よいしょ。投げとけばいいんですか？もういける？いけそう？いけそう？明星麺とスープだけ黄金鶏油中華そばです。多分ファミマ限定とか書いてあった気がする。強そうですよ。明星独自のノンフライ技術、最後の一口までつるっとした食感、徳島県産阿波おとりのコクがぎゅっと詰まったスープ、鶏の旨味がじんわり口の中に広がる、スープにキラキラ浮かぶ黄金鶏油、生醤油とたまり醤油のコク深い香り、薬味のネギ、香辛料付きです。あ、魔法取りなんて読むの。ホテルが出れないんで、本当は普通にカップ麺じゃないラーメンが食べたかったんですけど、買いに行けないのでカップ麺にしまって仕方なく。阿波踊りで合ってるらしい。なんかすごい初めて見た、だしパック先ん？だしパック先に入れるやつ、薬味お召し上がりの直前、液体スープもお召し上がりの直前。すごい、これは入れとくやつだって。まあ、粉が。準備満タン。おお、匂い。何の匂いだ。だし。だしの匂いがする。パックのやつ捨てちゃいけない。ゴミ取らなきゃいけないから捨てちゃいけない。お湯待ちです。たっぷり卵の熟成卵蒸しパンも買ったんだけど、朝ごはん用に
朝ごはんの時間通り過ぎてもうお昼になっちゃったから、ちょっと保留で。気をつけてね。ありがとうございます。パン、あとヨーグルトも買った。朝おやつですね。お腹すきましたよ。玄米茶、玄米茶美味しい。なっちゃった。もうこちらはジャスミンです。ジャスミン、クマありがとうございます。あ、え、すごい、朝食リンゴヨーグルト買ったんだけど、よくわかったね。よくわかったね。ちょっとピンほじちゃん推しですよ。でもジャスミンはその会場でもらって、玄米茶は玄米茶の気分だったんです。ジャスミンそろそろ、でもこれ保温になったらいいんですよね。まだ若すぎがついてる。大富豪のアカウント引き継げた話したじゃないですか。したと思うんですけど、したんですけど、大富豪のアカウント一般アカウントとして引き継げたんですけど、一般アカウントの初戦第1回目はなんと都落ちでした。都落ちしたんです。最初からそれぐちぐち言ってますね。赤からオレンジランプ、まだ赤いね。メンバーと遭遇しなかった。なんかフレンド申請さ、多分できなくなっちゃうと思います。わかんないんですけど、こう出たらフレンド申請ボタン出るじゃないですか。それ全部なんか押せないやつになってて、だから多分ねフレンド申請できないと思う。名前はそのまんまにしてます、今のところ。いっぱいじゃない、ゼロ人ですもん。フレンド、そう、卒面専用。あ、変わった、保温になったよ。シャー、注ぐ、戻す、注ぐ、戻す。湯気が熱い。え、湯気熱。あれ、ちょっとお湯全然足りないんですけど。
湯気が熱いよ。マジで湯気が熱い。ちょっと見えてなかったね。熱い熱い熱い。熱湯4分です。4分。全然お湯が注ぎ終わらない。さあ、はい、4分。半になったら教えてください。こうさ、ここまで剥がしてくださいでさ、こう剥がしてるじゃん。だからここ入れたらさ、湯気がさ、もうその蓋に沿ってさ上がってきた。熱かった。4分4分。固め、なるほど。まあ多分熱くて食べれないので、まあ3分くらいでいいですかね。どうせ食べる前にもうちょっと時間経つんで時間はちゃんと守る派ですか？ちゃんとでも、まあまあ守りますよ。多分シンプルに熱くて食べれないと思うので、まあ3分くらいで液体スープを入れ始めてもいいかなってフ思っております。猫舌ですね。蒙古タンメンじゃないです。明星セレクション麺とスープだけ、黄金鶏油中華そばです。食べたことない。初めて食べる。コンビニにカップ麺も全然なくて、どうしようって思って。美味しいらしい。スープがなんかさ、待って調べとくわ。だしパック10回ほどお湯の中で揺らしてから取り出すだって。まだ出汁パック取らなきゃ。そろそろいきます。開けます。おー、映んないねもう4分経った。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 平気そう。これでこんな感じ揺らして、揺らしたよ。
菜スープ。こちらを温めておいたやつですね、入れたいと思います。おお、何が多かっていうと油って感じですね。色がつきました、スープに。おお、お腹がすく匂いがしてきた。すごい鶏ガラって感じ、合ってるかな。美味しい。薬味。ネギ。ネギとコショウ。香辛料が入ってます。感じになっております。見えましたか？具なしです。ラーメンですね。いただきます。熱いかな、絶対熱いよね。でも意外といけるかな。いや、温度計欲しい。美味しいです、美味しい。なんだろう。でもカップ麺にしては本当に美味しいと思う。ちょっとさっき飲んじゃったから減っちゃって、お茶がガードが。リップは取れるんで、また後で塗ります。まあお茶で変に見えるくらいはまあ許そう。美味しいよ普通に。なんて言うんだ、味なのとの味しない。
スープの感想ですか？スープ飲めるかな。熱っ。まだ熱かったです。いやでもちょっとチャーシューとか味玉とか欲しくなっちゃいますね。あくん。猫舌です。お腹鳴っちゃった。いやこれは蒸しパンも食べれちゃうな。意外と透けて見える。やだな。このくらいがいいんじゃない。普通にラーメン食べに行きたくなっちゃったよ。本当に食べに行きたい人生だった。夕飯はケータリングですね。夕飯にもすき焼きが残っていますように。うん、ただの焼肉でもいいな。牛タン絶対ないね。うまっ。一本ペット音がありました。じゃあ新人俳句賞でも読んどいてください。下まで見えない。
春キャベツつくし農家の、あ、読めない、朝なんて読むんですかそれ、朝げ、朝げってどういう意味、朝ごはん、なるほど、奥が深いですね。春キャベツは美味しいですね。春キャベツ美味しい。芽キャベツ好き、芽キャベツ。やっとアバターもらえた、だってアバターもらえるようになったらしいよみんな。芽キャベツただ焼いて食べるのが好きです。カップ麺です。カップ中華そばです。セブンの野菜スティックも好きなんですよね、最近。あの味噌マヨネーズが好きで。何ラーメンが主流なの？何だろう？うん、私も感じます。美味しゅうございました。ちょっとまだ食べれるから蒸しパンも食べちゃう。ショートフライ本気だ。蒸しパンです。絶対眠くなるね、うん、
寂しいですよ。え、わかる。今のすごい飲み物欲しいなと思った。ジュース飲みたい。飲むヨーグルト飲みたい。飲むヨーグルトってすごい美味しくないですか。飲むヨーグルト好きなんですよね。でも蒸しパンって意外にカロリー高いですよね。わ、この一食ですごいすごいカロリーを食べております。あえて言わないでおきます。ブルガリアのノーマルのやつ、それいい。シーヨーグ、え、もうヨーグルト飲みたくなっちゃった。美味しいんですけどね。そろそろ眠くなってきちゃう。半分取っておく？あり。悩むな。あ、でも、会場向かう間に寝れるんで。うん。ナオトさん、 SKE タワー、 SKE って書いてあるよね。あ、 SKE って書いてある。 SKE タワーありがとうございます。ちょっとは、うん、もぐもぐしながらでごめんなさい。聞いたわ、ありがとうございますね、初めて見た。すごい。今日だけなの？今週なんかなんちゃらウィークみたいな感じですよね。48グループウィークみたいな。で、今日が SKE デーらしい。すごい、ありがとうございます。蒸しパンでございます。4月8日まで。そうなんです。栄えた。喉乾いて。テレビ塔綺麗になったよね。だいぶ減ってきて。めちゃめちゃ昔に登ったことあります。リニューアル前、工事する前、名古屋観光に来た時に、あれ登ったかな、登ったような気がするけど。
だるまもくまも SK のやつありがとうございます。名古屋城も新しくなってから行ってないな。え、もう上オープンしましたんだっけしましたんだっけとか、未来タワーのテレビ塔って言わなくなるんですか。ミスペリータコありがとうございます。タコペン、ん？ 3 年間だけ？どういうこと？未来タワーって3年間？名古屋城の天守閣ってもうリニューアルしてますだいぶ前の話もしかして。天守閣まだまだかな。3年限定で中部電力のネーミングライツ。なるほど、名前をつける権利を売ってそれを収入とする。なるほどね。ではバンテリンドームとはまた違うのか。金シャチ連れてかれたよね。だいぶ減った。立て直し、あれなんかエレベーターがどうってたみたいな揉めたのは、揉めた、揉めてる名古屋城じゃなかった、なんか金シャチ今どっかに連れてかれたよね、あのヘリで。あれじゃなかった、なんか高島屋だかなんか展示みたいな。あ、それ大阪名古屋、あれ記憶が。記憶がぶっ飛んでますね。この春名古屋城の金シャチが疫病退散と復興への道に導くシンボルとして16年ぶりに地上に降臨します。社会三越だ、三越広、三越前広バス特設パビリオン、料金500円だって。金シャチ特別展覧三越。え、そう、名古屋城だよね、エレベーターつけるみたいな揉めてたよね。愛知県の公式観光ガイドに載ってる。4月10日から7月11日前だって、三越で、栄の三越。
2年前の話、エレベーター設置するべきってヤフーニュース、2年前の記事出てきたんだけど、5年後の完成目指してるって。いつ完成するんだろうね。ジャスミン茶です。来月の名古屋市長選に向け駆動復元する論争が熱を、また ね、いつ完成するんだろうね。今作らないと材木が確保できない。そうなんだ。どこも揉めますね。横浜駅ってなんか完成したんじゃなかったっけ、工事。新駅ビル完成で一段落って。多分ヨーグルトも食べちゃおうかな。ヨーグルトをさ、冷蔵庫に入れていくとさ、持って帰るの忘れそうだからさ。朝食リンゴヨーグルトです。ヨーグルトとか忘れがちですよね。冷蔵庫に入れて忘れるの、忘れがち。すごい、ここのさ、ここがプラプラでびっくりした。鼻かゆい。開かない、開かないよ。開いた開いた。最近のブルガリアヨーグルト蓋に全然つかないのすごくないですか。普段ガッツリ食べない人です。全く食べないくらい食べないです、ほとんど普段。運び方じゃない、そう、フィルムが特殊か、そう、なんかね、全くつかなくなってるんですよ。すごいと思う、あれ、あれマジですごいと思う。水性のある
素材に変更いたしましたって書いてある。え、そうなんですよ。めっちゃすごい。ビーダスもだって。そう、最高ですよね。おいしいね。なんでお茶傾いてるんじゃなくてカメラに対して斜めに置いてあるからですね。この画角のど正面じゃなくて、果実と生乳の優しさを感じます。撥水加工パッケージのシートで傘を作れば、だって傘よりもすごいのはあのヨーグルトの蓋。結局全部食べてる。え、こだわりすごいですよね。でも分かる、ヨーグルトの蓋につくのすごい好きじゃない人だから。でもなんか、でもそんなめちゃめちゃ嫌ってわけじゃないけど、そこよりさ、なんだっけ、それがさつかなかったらさ、感動じゃないですか。めちゃめちゃいいよね。すごいすごい、マジ感動。ね、蓋についてるやつってなんか味違うっていうか、冷めてるの、冷えてないのかな、わかんないけど、こうさ、周りについてるやつってなんか味違って感じません？蓋のついてるヨーグルトって、ね、日本の企業すごい溜まってる感じだから、蓋につかないんで全部美味しく食べれたら良くないですか。すごいよね、その濃縮されてる感じ。そこまで気を使わなければいけない世の中って息苦しくない？うん、でもね、より良いものを作ろうとしてのことだから、気を使ってるっていうか、なんて言うんですかね、探求心じゃないですか。
もてなし。でもなんだ、なんて言うんだろうね。難しいね。息苦しさを感じるかって言ったら、別にそこに息苦しさは感じないけどな、石は。考えてる。季節もすごいけど、蓋につくの、蓋につかない方が良くないって言って、それを実現しちゃうのがすごいよね。誰も蓋につかない方がいいなって思わなかったらさ、実現しないじゃんね。でも蓋につくのが嫌だなと思って、それができるかなってチャレンジするのはすごい楽しいことだと思う。できたら感動するよね。ね、確かに値段据え置きなのもすごい。ヨーグルト。研究職。コンビニおにぎり、そう、見えないところで進化してるのが本当にすごいよね。なんだっけ、おむつとかさ、赤ちゃんのおむつとかさ、多分さ、今時の子がさ、西たちの世代のおむつつけたらもうさ、不快でさ、泣きわめきそうだもん。わかんないけど、それくらい変わってそう。変わってるよね、多分。吸収力のサラサラ度合いが全然違いそうだもん。漏れないとか。ヨーグルトの話しながらおむつの話して。よく思うんですよね、おむつの CM とか見てたらさ、今時のおむつすごいみたいな。うちの世代は砂漠の緑化、砂漠地帯。すごいね、すごいよね、すごいと思うわ。感動。スマホも前すごくないですか。スマホだってすごい。だって今時の子はガラケーを知らないんだよ。すごくないですか？ガラケー。西はギリガラケーはわかる。赤外線通信もわかる。使ったことあるし。すごいですよね。ガラケーより前は分かんないや。でもあのアンテナが伸びるのとかは知ってるよ。PHS、 あと i モードとかでネットに繋がってたし。
シャメ、シャメってね、ガラケーからじゃんね。ネットにちゃんとこんな通じるってのもびっくりだし。着メロとか。すごい、この話の流れで缶切りで缶開けれるって質問もなぜなぜ受ける。缶切りで缶開けれますよ。だって何画素とかさ、何画素みたいな感じですってね、スカラ系って。プロフはやってん、その世代じゃないですね。でね、なるほどね。缶切り、そっか、今の時缶切り使わないのか。もう全部こう、パカッと開けれるやつみたいな。缶切りだ、缶切りは使えるよ。缶切り、でも最初が硬いんですよね。一番最初だけ、こう、刺す、開け、はじめは硬いから、一番最初が開かないと進まないからね。一番最初だけ開けてもらえれば。ミクシーもわかんない。ミクシーわかるけどわかんない。使ったことない。なったの。そう、一番最初開かないんですよね、硬くて。でこの何も開かないんです。缶切り開け、缶切りでその後、最初は大変だけどその後切っていくの楽しくないですか？コンビーフはね、スパ、沖縄は行った時に食べましたよ。なんて言うんだっけ、あの沖縄のさ、おにぎりみたいな、スパム、海外人に関係は、おースパム、スパムおにぎり、沖縄のスパム結び、沖縄に行った時に食べました。実は種類が多い。そうなんだ。自分でおにぎりはあんま作んないですね、あんまり。あんまり。スパムと卵ね、なんか民宿だったんで民宿先で食べました。おにぎり、ラップ派、作るとき、ラップかな。酒飲めるの二十歳なんで、あ、二十歳じゃない、あれ、21歳なんで。そっか、もう二十歳終わってたか。
なんかたまに自分の年齢間違える人いるじゃないですか、謎に。自分の年齢間違えるって思ってたけど、今気持ちが分かったわ。自分の年齢間違えることないでしょって思ってたけど、ちょっと気持ちが分かりました。おにぎりは鮭が好きです。鮭か梅。もう4月なのに、21歳になって3ヶ月も経ちまってるのに。あ、もうこんな時間か。あっという間だ。じゃあ半で終わりにしますね。1時半。ご飯食べます。鮭が好き。一人です。お昼寝してたら普通に置いてかれそうなので、お昼寝しないです。もう1万人ありがとうございます。みかん大好きさんのお話、LINE スタンプ発売中なので、ぜひ。みかん大好きってローマ字打ちで調べたら出てくると思います。買いました、ありがとうございます。ありがとうございます。続編期待したいです。ありがとうございます。別に絵とか得意じゃないんですけど、 LINE スタンプ作ってみたくて、一回は。それ作りました。カラスはマネージャーです。いや、あれはお肉食べたいフレンズなんで、まあ、LINE スタンプっていろいろあるじゃないですか。敬語版とか挨拶版とか、あれはお肉に特化してるバージョンなんで。なかなかの出来、ありがとうございます。いや、みかん要素だって、あれはユーザー名ですから、ただのユーザー名なんで。お悩サインして余裕だった、ありがとうございます。ありがとうございます。そんなこと言いましたは一番のお気に入りです。
みんな紙フレームも割とみんなが持ってくれてて嬉しいですね早くみんながコンサート終わって一段落したら LINE を動かしたいと思います。左上のリンクから行きます。リンクツリーに貼っておきましたやばい、お腹いっぱいになってきて眠くなってきたこの後トーク会行きます。ダッシュでありがとうございます。あみちゃんも使ってくれましたないです。置いていかれないようにちゃんとします。これ風の音か。風強いんだ。そういえばなんか今日雨降るみたいな。なかった。気のせい。OK Google 今日の天気。うん、やっぱ夜雨降る。夜雨降るかな。午後から雨。ただね、先週も雨だ。先週だっけ、どこかやったの。この前も幕編の時雨だったよね。名古屋も雨降ってるって。やだー。え、名古屋市しかも雷注意報出てるよ。明日は晴れみたい。しばらく晴れマークついてる。先々週か。それは雨女せたな。毎週末、それ週末に降るのやめてほしいよね。まあ私優秀なんでちゃんと折りたたみ傘持ってきたんで。キャリーじゃなくて手持ちの方に入れます。春ですね。優秀、ありがとうございます。あ、桜も散っちゃった。この前みんながそろそろ見るあれだよって言うからちょっとだけ見たんだ。ご飯食べたらしっかり眠くなる。眠くなくてもあくびは出る。
いよね、ご飯食べたら。ほぼ葉桜。へえ。ご飯食べたらすぐ眠くなっちゃう。そろそろ終わりますね。あくびが。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。っていうかね、すごいめちゃめちゃあれなんですけど、31日にショールームやった時、カラオケの時はランキングちゃんと読んだのに、その後の配信でランキング読むの忘れたことに後で気づいたんです。後で気づきました。後で気づいちゃったんです、ごめんなさい。今日はじゃあランキング読んどきます。13位、宮部由紀さん、間違えちゃった。13位、キュウキュウさん。12位、宮部由紀さん。11位、タカさん。10位、名前がない人さん。9位、タカヒロさん。8位、コイちゃんさん。7位、モッチさん。6位、おむすびさん。5位、たくみさん。4位、村長さん。3位、むつみさん。2位、むしおっとこさん。1位、なおとさん。ありがとうございます。それでは終わりたいと思います。ありがとうございました。トーク会来られる方はよろしくお願いします。では